キなさおりのトリップステーション はい。4月20日水曜日午後3時を迎えました。キナサオリのトリップステーションのお時間です。今日も FM ゴザのスタジオから生放送でお届けしております。皆さんこんにちは。えー、好きなアニマルはマヤ、キナサオリです。<laughs> はい。猫が好きです。以前まですっごいワンちゃんが犬が好きだったんですけれども、最近ここ近年は 猫のあの、なんでしょうね、あの、思い通りにいかない感じ。うーんって、歯ぎしぎしってする感じの。ありがとうございます。ナっチー <laughs> ありがとうございます。はい。ギャラリーから手を振ってくれ、くださいました。ありがとうございます。あの、猫が可愛いなと、こうこ、近年は思っている、きなさおりでございます。皆さん、あなたの好きな動物は、 何でしょうか教えてくださいね。はい。ではですね、今日の沖縄地方のお天気なんですが、昨日晴れてて、今日、今、曇り空という感じでしょうかね。沖縄地方のお天気は曇り。まあ、小座上空は曇り。気温は、25度くらいな感じがします。<laughs> はい。風が少し強いかなという感じですね。で、明日は、すっごく暑くなりそうですよ、皆さん。あの、最高気温が28度。 まで上がるところもあるそうです。で、週末も高温が続きそうなお天気なんですけれども、あの、なんか傘マーク、雨マークが週末、そして来週にかけて、ずっと雨が降りそうです。雨模様、雨マークが、傘マークが出てましたね。で、このまま、あの、梅雨入りしちゃうのかなと思わせといて、また晴天っていう感じになるかもしれませんね。 はい。ちょっとあの、じりじりとした、なんだろう。湿気のある、じめっとした感じの、今日のお天気という感じがします。はい。また、あの、事故のしおりによりますと、あの、今日はですね、今日20日は、あの、二十四世紀の一つ、国、う、穀物の国に雨と書いて、国、うですね。うっす、う ははは、<laughs> 待ってよ。びしって。あ、の準備がで,できてませんでしたね、はい。失礼いたしました。で、国雨という日で、あのー、田畑のですね、あらゆる穀物の成長を助ける雨という意味で、21世紀の一つ。で、春雨は穀物だけではなく、木々の新芽の成長も促し、春の山を若々しい緑で埋め尽くすという国雨ですね。で、中国、うん各期。 という画家がいるんですが、各くは、単観やにして、笑うがごとく、ちょっと難しい言葉なんですけれども、山笑うという言葉の語源になったと言われています。その言葉も生まれたのが国だと言われていますよ。で雨が降る というのはもう、暦通りな感じなんですね、きっとね、週末。もう週末だけでもできれば晴れてほしいなという、まだシーミーの時期でもありますしね。えー、なので、週末だけでもせめて晴れて,って、先週、あの、奇跡の晴れ間が見られましたので、うん、今週も晴れてほしいなという感じがします。はい、そしてですね、今日はですね、あの、郵政の記念日、郵政記念日ということで、はい、今日のテーマは、 手紙。手紙でメッセージを募集したいなと思います。手紙にまつわるエピソードでもいいですし、誰かに手紙を書いてみるっていうのもいいかもしれませんね。番組通して一言。私に手紙ください。私にメッセージをください。はい。よろしくお願いいたしますね。えメッセージは 761-at-mark-fmcoza.jp です、えー。ファクシミリは098-934。 8653、934、8653まで、こちらまで今日のメッセージ、えー、テーマはですね、手紙で、ぜひ。またあの、この番組なんですが、沖縄、まあもちろん沖縄市をはじめとしまして、沖縄、そして本土もそうですねで、各観光地の穴場ですとか、旬な情報をお届けする旅番組でございます。はい。で、はい、ありがとうございます。旅番組でございます。 で、沖縄の旬な情報だけではなくて、あの、皆様のお住まいの地域でもいいです。うちにはこんないいスポットがあるよとか、そういった情報がありましたら、ぜひこちらの番組までお送りくださいね。いろいろと紹介しながら、またこの時期ならではのお話もしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ツイキャスからメッセージが届いてます。ルミナスさん、こんにちは。ありがとうございます。初めて、はめましてですかね、えー。ルミナスさんは広島。 広島からのメッセージですかねラジオですよ。よろしくお願いしますね。ぜひ、あの、広島の見どころですとか、広島といえばね、沖縄市広島カープホームなのでね、キャンプの時ね、ぜひ、あ、よろしくお願いしますね。広島の話題もよろしくお願いいたします。メッセージは7 6 1アットマーク f m c o z a j p です。はい。<laughs> <laughs> はい。キなさおりのトリップステーション。この番組は、 キきる人を幸せにすると信じています。中村洋装オリジナルアクセサリーと雑貨のお店、ラグーン沖縄の提供でお送りします。では、一曲目をお届けしますね。平尾正明、畑中陽子で、カナダからの手紙。 きなさおりのトリップステーション、FM 小座のスタジオから生放送でお届けしておりますえ。今日のテーマは手紙。今日がですね、今日4月20日が郵政記念日だそうです。それにちなんで手紙。えまたあの、 それにちなんだね、優勢制度。沖縄で始まった、初めての優勢制度が始まった、そういったお話もしていきたいなと思っています。メッセージは76、761-at-mark-fm-coza.jp です。ファクシミリは098-934-8653までお送りください。お待ちしてます。はい。え、メッセージ、ツイキャスから、はい。 メッセージが届いています。ルミナスさんが広島県からですね。こちらは広島。広島。何があるかなと言ってる間にですね。吉弘中村さんから広島城って。あ、広島城って行ったことないですね。広島県は行ったことあるんですけれども、広島城はまだ行ったことがないですね。どんな感じのお城ですかね。はい。よろしくお願いします。何か情報があったら教えてください。で、梅猫さん。長野は、 まだ肌寒いですって、長野、長野いいところですよね。名具行ったことありますかねないすっごいいいところです、長野県。あの、わさび農園とかも行ったことありますよ。わさび農園。あずみの市ですかね、あちらは。で、あの、お城も行きましたし、もうさ、寒いんですけれども、夏場でも場所によっては。寒いところとめっちゃ暑いところ、同じ日でも全然街が変わると、温度も、気温もね、全然違ってて、 で、景色も全然違うので、すっごい楽しめました。長野県のおすすめスポットあれば、ぜひ教えてくださいね。で、アッキーさん、メグちゃん、サオリね、ハロッピーって、ハロッピー。<laughs> アッキーさん、今日も元気そうですね。お元気そうで何よりですよ。はい。どうですかねあの、 アッキーさん、手紙、何か、まつわるエピソードがあれば、ぜひ教えて欲しいなと思います。何かあるかなうん。よろしくお願いしますね。で、今日も、あ、大丈夫今日もグダグダね、こうぜーと、グダグダいいね。私、まだ、ちょっと、今日は、あれじゃない落ち着いた感じで、どうでしょうこんな、私も。感想お持ちしてます。はい。あ、梅猫さん、長野県の梅猫さん、わさびコロッケ、美味しいですよって、あ、 わさびコロッケは食べるそび入れたなわさびソフトクリーム美味しかったです。ええー、でしょ以外。美味しかったです、私は。わさび農園本当に癒されました。ぜひ、あの、このゴールデンウィーク、あと2週間で、ゴールデンウィークですよね。ぜひプランに入れてみてください、お聞きの皆さん。はい、メッセージありがとうございます。で、今日のテーマは手紙。 手紙でお待ちしてますよ。もちろんあの観光地、皆様お住まいの地域の情報ありましたらぜひお教えください。待ってます。はい。ではですね、ここで観光ニュースをお届けしたいと思いますよ。琉球新報沖縄タイムスからニュースをまず2つお届けしたいと思います。まずは宮古島。 宮古島からですね、2月に宮古島市平良の交差点で起きた交通事故の被害を最小限に抑え、両足を複雑骨折した宮古島守君が8日治療を終えて復職しました。おめでとうございます。長年にわたる交通監視活動が評価され、宮古島署の大城署長は同日付で守君に 警視待遇巡査長。すごい肩書きですね警。警視待遇巡査長から同巡査部長に承認する事例を交付しましたよ。はい、すごいですね。またこの同日、19体、全部で19体あるんですね。19体ある守君のうちの1体が、 イラブ大橋の入り口に着任をしたそうです。ぜひ、私はまだ守るくん生で見たことがなくて写真でいろんな場所のね、写真、あのブログなどでアップしてる方多いじゃないですか。そういった写真でしか見たことないので、ぜひ行ってみたいですね。この宮古島って独特じゃない喋りも。ね。宮古の知り合いっていますかね名群は。私、身近に宮古島出身の方が何人かいまして、 はい。面白い喋りをするので、あのね、あの、バスの運転手さんで、私、あの、観光バスのお仕事も時々やらせてもらってるんですけれども、その、3日だとか4日だとかさ、あの、観光を終えるじゃないで、観光を終えたお客様を那覇空港にお送りするじゃないで、その時に、あの、JAL なのか、全日空なのかによって、降りる場所が違うんですよ。JAL 系とか、全日空系とか。 右側、奥で下ろすのか、手前で下ろすのかって、下ろす場所が違うので、運転手は空港に向かいながら、私たちバスガイドにさ、あの、ジャルなの全日空なのって聞くんですよ。で、その宮古島出身の運転手だけは、サオリー、ジャルねプスねって聞くんですよ。<laughs> プスっていうのが、宮古島の方言で、穴ホラー穴とか、そういう穴のことをプスって言うらしいんですね。だからこう、空港を向かいながら、こう、運転しながらさ、サオリー、 じゃるねプスねっていう感じで。<laughs> プスです。っていうふうに。そういう会話が交わされたりするんですよ。うん、面白いです。あと、な、なぜか、あの、プロパンセブンさんって、お笑いの二人組がいらっしゃいますよね。プロパンさんの、マライア・キャリーは都の宝だよっていう、あのフレーズが私大好きで。聞いたことあるない。あれ、なんで急にこれが発作的に出てくるのか。その前の、もうこの言葉自体が面白すぎて、 前のことは何言ってたか全然入ってこないんですけど、一度ね、生で聞いてみたいなと思っている感じです。はい、宮古島の話題でした。で、もう一つがですね、えぇ、ー、大宜味村からの話題です。え、ね、大宜味シーサー。 シークワーサー、シーサーじゃないね。シークワーサーパークの落成式が16日、大宜味村津波の同施設で行われ、関係者ら100人が参加。そして17日には一般向けにオープンをしましたよ。で営業時間は午前9時から午後6時まで、年中無休だそうです。はい。で、同施設では、大宜味村で収穫したシークワーサーを絞る工場見学や特産品の 販売、そして軽食が楽しめる食堂など、シークワーサーを満喫することができますよ、ということです。で、収穫する時期によって苦味だとか甘みのことは、異なるシークワーサーのジュースや、そしてジャムの味比べも無料で、はい、行う、体験できる、そうですよ。で、運営している夢感動ファームのヨナハ代表、代表取締役会長は、シークワーサーパークを通して、私たちなりの 地域創生を果たしていきたいというふうに意気込んでいらっしゃるそうです。夢感動ファームの関連会社、沖縄特産販売の管理本部の課長さんはですね、同パークが有名な観光地、タータキ。ご存知ですかタータキ。行ったことあるって方いらっしゃいますかねで。そのタータキの近くにあることを強調し、タータキで遊んだ後にシークワーサーで栄養補給をしてほしいと来場を呼びかけました。シークワーサーって本当に ビタミン C も豊富で、とても美容にも健康にもいいと言われてますよね。たたきで遊んで疲れた後、シークワーサーパークに行くのもいいんじゃないでしょうかね。で、こちらのお問い合わせ先は、大気味シークワーサーパーク、シークワーサーパーク、0980505850番ですね。通波というと58号線、58号線をずっと北上していくと、 うーん大宜味村。もう入り口付近ですかね。ちょうどあのー、コンビニエンスストアがあって、そこを越えたあたりが津波という地域。大宜味村入ってから。前田食堂とかって知ってますよね。名護ずっと行って、前田食堂も越えて、大宜味入ってすぐのブラックが津波というブラックですね。で、こちらにシークワーサーパークが。 ししましたでそこのの代表社長さんになるのかなるか実はこの社長さんとはもう20年ぐらいは会ってないんですけれども私がね若かりし頃二十歳ぐらいかなその頃にす高速自動車道でねすんごい大きい事故をしたんですよ大事故もう横転っていうより回転ゴロンゴロンってひっくり返ったっていうよりも元に戻ったんですよ回転してガンって。 大がをしててその時の時第一発見者がこの方だったんですよ <laughs> 私もこの人と結婚するはずってあの頃思ったらそうでもなかったみたい <laughs>。というちょっとあの新聞記事を見てあれこの人命の恩人だわと思いながらだからといって紹介しているわけではないんですけれども新しい、ね、新名所ということで紹介をさせていただきましたが不思議なご縁だなということで。はい ヨナハさん、ヨナハレイさんという方だったんですけれども、うん、多分社長さんだと思います。会長さんがお父様じゃないかなと思いますが、ぜひ、あの、このゴールデンウィークですね。ゴールデンウィーク期間中に足を運んでみてください。以上、観光地ニュース2つお届けしました。ではこちらで1曲、うん、可愛らしい歌をお届けしたいと思いますよ。東京児童合唱団で、 八木さん郵便。 はい。東京児童合唱団で八木さん郵便お届けしましたが、ちゃんと聞いたの。もしかしたら初めてなのか。子供の頃に聞いてたかもしれないけれども、いつこれは終わりが来るんでしょうかね。黒ヤギさんから手紙。はい。白ヤギさん食べて。はい。また手紙あげて。これのエンドレスな感じ。はい。えー、お届けしました。八木さん郵便でした。で、今日のテーマがですね、手紙ということで、お手紙のエピソードを お待ちしてますよ。はい。もちろん、あの、観光地にまつわる、そういった情報なども、お待ちしてます。あの、私の手紙のエピソードっていうと、ちょっと甘酸っぱい思い出って言ったらいいのかな。中学校に遡るんだけれども、あの、中学1年生の頃に、あの、すんごい大好きな男の子がいて、同じクラスにね、めっちゃ好きと思って、ラブレターを書いたことがあったんですよ。だけど、あの、やっぱり臆病なんだね。付き合ってくださいは書けないわけ。 で好きです。死ンみたいな感じさ。好きですは書いて、しっかり書いて、自分の気持ちだけは伝えようと思って送りました。で、後日、返事が来たんですよ。返事が来て、ドキドキじゃないそのこそこに書かれていたのが、俺、何組の誰々が好きだわけ、付き合っていいって書かれてたんですね。どう思うこれ。 付き合ってもいいその,ことってその子のことが好き他のクラスの私じゃなくて別のクラスの誰々ちゃんが好きその子と付き合ってもいいって私に聞いてきたんですねでその時普通どう思うのかわからないんですけど私はその時の私はね情けないと思ってでその好きな相手に「あんたさ」って私が「じゃあ駄目」って言ったら「あんた付き合わないの?」ってそれなりのそれくらいの気持ちしかないの好きっていう気持ちはこんな感じ 軽いものなのって。あんたバカじゃないって。いう感じで <laughs> 送ったから。まあ二人はそのままね、まあの、ハッピーにお付き合いを始めて。で、見た目にもしっくりくるような可愛らしいカッ,カップルだったんですけれども。そんなね、甘酸っぱい。好きと告白したらその相手から別の女の子が好きで。 その子と付き合っていいかっていう風に手紙が来たっていう手紙のね、思い出があります。大人になった今も、やっぱり沖縄狭いさね。で、またこの友達もね、あの、女の子の方は今も近所なんですよ。今でも。で、男の子の方も隣隣ブラックなので、よく会います。はい。まあ、その二人はまあ、大人になってそれぞれの道を歩んでいったんですけれども、そんなね、楽しい、楽しいというか、今思えばね、 甘酸っぱい感じの手紙の思い出があります。皆さんはいかがでしょうかねぜひ、えー。お手紙にまつわるエピソードもお待ちしてますよ。ではですね、ツイキャス、ツイキャスからメッセージが届いています。あ、リスちゃん、ありがとうございます。好きですと言われ、言えるだけでも偉いって。そう、でもね、好きですは私言えるタイプなんですけど、 私と付き合ってくださいとかデートしてくださいは言えないんですよ。あ、まあ、今は、まあね、ち、また違うけどね。うん。そういうタイプでした。過去形ね。でした。はい。そして、吉シ中村さん、ありがとうございます。岐阜と神戸を行き来した時は、何回か手紙来たなどうしたっけ けなんだろうなんだろうもっと詳しく聞きたい感じがしますね。はい。ありがとうございます。ではですね、今日の、ーテーマ。で、今日がですね、郵政,郵政記念日ということで、1871年ってもう何年になる何年前なの話なのかな明治時代かなで、1871年の4月20日に、日本でそれまでの飛脚制度、飛脚、あれね、こう、あの、 でよよく見ますよね歴史の絵とかでね飛脚制度に変わり郵便制度が始まったことにちなむ記念日だそうですで今日はこの沖縄においての郵政の歴史とあのなんか最近本当に歴史番組みたいになってるんですけれどでその歴史の話を少しとそして学べるスポットちゃんとこの郵政に関するね学べるスポットがあるのでこちらも紹介していきたいと思います。でまずあの琉球の郵便 の話なんですけれども、遡っていくこと、BN 時代。BN ってご存知ですかねお聞きの皆さん。本土の方は馴染みがないかもしれませんね。BN。ABC の B ですね。BN 時代。BN というのは1945年ですから戦争が終わってすぐですねで。沖縄戦。いわゆる沖縄戦と言われたこの1945年から1958年の9月まで。 米軍占領下の沖縄県だとか、そしてトカラ列島を含む鹿児島県、奄美諸島のエリアですね。で、通貨として流通したアメリカ軍発行の軍票のことです。写真などでご覧になったことあるって方いらっしゃいますかね。あの、法定通貨です。お金としてこの軍票というものが使われた時代が少しだけありました。 で、その頃が B 園時代というんですが、その B 園時代は、琉球の占領統治、統治はですね、まず沖縄、宮古、八重山、そして奄美というふうに4地区、4地区に分かれていたそうです。4地区ごとそれぞれで行われて、行政がね、行われていたそうなんですが、郵便業務も4地区それぞれが独立をしていて、使用された切手も、 4地区ごとに異なっていたそうですで1948年の7月1日、郵便切手は統一され、これは戦後3年ですね。3年経った1948年、郵便切手は統一されて、で1949年、えー、1949年の8月1日に郵便料金も統一されたそうです。 そしてですね、1952年の4月1日、4月1日、4地区がですね、先ほど言いました沖縄、宮古、八重山、そして奄美大島の4地区が統合して、琉球政府、 っていうのが発足しました。琉球行郵便の、郵便の行政も統一をされたそうですで。沖縄地区の話、その中から沖縄の地区の話なんですけれども、あの、沖縄戦の戦場となった沖縄では、人々は米軍の収容所に住んでいたそうです。で安否を知るために、郵便の,あの利用が望まれていたそうです。やっぱり家族の 安否を知りたいじゃないですか。なので、あの、郵便の利用が望まれていたそうです。そんな中、えー、1945年の9月に、9月に郵便が再開をされたそうですよ。で、この時期、通、えー、通貨経済っていうの自体が存在はしてなかったそうです。戦争が終わってまだ安定してなかったんでしょうかね。お金のこの経済自体が うん、存在してなくてで、あらゆるものが無料だったそうです。なので、郵便というものも19、1946年戦争が終わって約1年、えー、1946年の6月までは無料で配達がされていたそうです。で7月1日から郵便は有料になったわけですが、でキテルイはその時はまだ存在してなくて、別ので、別で収める、で、印鑑を押して対応をしていたそうですよ。 そして1947年11月1日から本土から輸入された切手、本土、日本本土ですね。本土から輸入された切手に通信部長の認め員が応印された切手というのが発行されたそうです。で、その後1952年の4月に琉球政府創立を記念して3円切手、今、 あ、まあ、1円切ってもあるか。3円切ってっていうのが発行されたそうです。デザインがですね、全体的に赤色で、うん琉球列島の地図があるんですよ。地図の上から芽が出て、こう、双葉の芽が出て、さらにその上を鳥が飛んでるっていうような、そういったデザインです。で、ハガキと航空書販、書館。 の話なんですけれども、1948年の7月1日、7月1日には、えー、統一切手の発行と同時に、10銭。1円よりももっと安い値段のね、10銭はがきも発行されました。しかし、この時は、沖縄地区においてもはがきの料金は15銭に値上げされていて、で、切手を追加でこう貼ったりとか、不足分を別納で対応したりとか、 まだちょっと安定してない時期もあったそうです。それからまた時は流れて、今度はドル時代。B 円時代から今度はドル時代に入ります。ドル時代は1958年9月16日から20日までの4日間の間で、この軍票からドルにう両替、もう両替所がすっごい大変だったみたいです。私は写真で見たことがあるんですけれども、琉球で使用されていた B 円はすべてドルと交換されて、 で琉球以降ですね琉球ではドルが通貨となりましたしばらくの間で郵便切手も急遽ドルだとかセントの表示のものが発行されたそうですで急遽発行された切手のデザインは値段が書いてあるだけのすごくシンプルなデザインだったんですがその後発行された琉球切手は琉球らしい美しいデザイン あの、ラジオなのでね、お見せすることができなくて、言葉の表現になってしまいますけれども、あの、琉球舞踊の手踊りをしている女性の絵だったりとか、もちろんカラーです。で、花笠踊りだったりですとか、沖縄を代表する花、デイ語。あゴ、ちょうど、もう咲いてますね。中部でも、もう咲いてるデイゴを見かけますね。で、デイゴだとか、ユーナ、三段花などのデザインの切手がたくさん発行されました。 そして、えー、本土宛ての郵便料金っていうのは、琉球内部宛て、琉球内でのこの郵送料金と、本土に送るものは同じ料金だったそうなんですが、航空郵便料金を追加、もう航空便に関してはね、航空便に関しては、本土に送るときは追加の料金が発生したそうです。それ以外は同額だったそうですよ。船便とかはね。で、ここまで、 さあ,さあ、ざざーっとね、急ぎ足な感じで、ビーエン時代とドル時代の歴史の、について触れていきましたけれども、では、琉球の時代はどんな感じだったのか、っていうのを遡ると、あと1時間ぐらいかかるので、そこはですね、スポットで紹介したいと思います。で、那覇市内、もう、古田の町から、まあ、はるばるね、南の方へも、1時間ぐらい来ますけど、はい。あの、那覇市内には、 えー、その琉球時代の郵政を紹介した資料室があります。行ったことあるかった私まだ行ったことないですね。あの、那覇市のですね、中央郵便局はご存知でしょうかね。で、こちらの2階に琉球王朝時代から、琉球王朝時代から戦時中、そして戦後に至る郵政や通信の歴史を紹介している そして、郵政事業が地域に果たしてきた役割を展示している資料室というものが、那覇市内にありますで。沖縄郵政120周年を記念しまして、1994年に開館し、2007年、平成19年の10月にですね、沖縄郵政資料センターと名称を変更しました。 はい。琉球王府時代から琉球藩時代を経て、えー、戦中戦後に至る沖縄の郵便や通信の歴史を分かりやすく展示していますよ。先ほどご紹介しました、少しお話ししました琉球政府時代。琉球政府時代というのは1948年から1972年本土復帰、5月15日ですよねで。本土復帰の間の24年間に発行された琉球切手をはじめとしまして、 沖縄における郵便に関する資料などを展示しています。ぜひ足を運んでみてください。えこちらはですね、沖縄郵政資料センターという名称です。で場所は那覇市の坪川です。那覇市坪川の3丁目え。那覇市中央、那覇中央郵便局2階にあります。えー、お電話番号なんですが、098854-0255番。 です。で、平日の、実は、もう、平日しか空いてなくて、平日の9時から、午前9時から午後5時まで。ですが、無料で見学ができます。無料で見ることができますよ。ぜひ、行ってみてください。そしてですね、こちら、FM コザの入り口。FM コザに足を運んで、運んだことがあるという方、ご存知の方は多いかと思いますが、FM コザの入り口に、英語のポストが、 あるのはご存知ですよね。で、その英坊のポストから手紙を投函すると、オリジナルの消し印が押されることはご存知でいらっしゃいますかね。私わざわざ、わざわざって言ったらあれだからな。年賀状、どんな、もう100通とか書いても、FM 小座から投函してます。<laughs> この係が大変そうね。このスタンプ、スタンプを押す。カードをてね、パンパンって押す人がね、大変そうですけれども、あの、ここでしか応印されない、 オリジナルのものがあるので、ここと、まあ、ミュージックタウンにもありますけれども、英ーのポストからもぜひ投函してみてくださいね。よろしくお願いします。では、ここで一曲お届けしたいと思います。m r ターチルドレンでサイン。 きなさおりのトリップステーション。FM 講座のスタジオから生放送でお届けしております。今日のテーマは手紙。手紙ということでメッセージをお待ちしてますよというふうにお話ししました。えー、メッセージ届いてます。ありがとうございます。きなせんさん。ラジオネームきなせんさん。いつもいつも毎週ありがとうございます。はい。きなさ、あのね。 あなたに送る手紙は特にないわ。バイバイキーンって <laughs>。バイバイ、見てるかわからんけど、バイバイ <laughs>。ありがとう。いつもこういうタッチのね、きなせんさん、お気に入りです、私。好きです。こういう感じでね、ありがとうございます。ミーユヤビーさん、ありがとうございます。メッセージは、えー、ハイサイサポリーって、サポリじゃないよね。たまには呼び方変えてみようね。あ、いつも私のことキナサーと呼んでる。 ミユヤうやいんさんですね。中チューテーマや手紙ということですが、今やメール通り越して LINE など SNS の時代やしが、私中学生の頃は文通が流行ってたわけ。流行ってた、流行ってた。手紙の思い出といえば、思い出といえば、中学の頃、歴代か何かにペンフレンド募集欄あったんだ。覚えてないな。 ペンフレンド募集欄があり、そこに光源氏が好きで応募したら、超達筆なお手紙が届きびっくり。確か70代の老人ホームに入居しているというおばあちゃんからで、私も光源氏が好きでって、光カルって、光源氏時代の源、源の、ちゃんとあの漢字のやつね、光源氏が好きで、 んんそうさーって。まさかの光源氏違いさーって。あーあの紫式部とかそっちの方のね。あー、なるほどね。あの、そっちの方ね。で、でもよ、知らん風、か、知らん風なのできず、お返事して、一度母と会いに行ったなーって。へえ、ことをもう、うん十年、もう忘れたけど、今日のテーマでふと思い出したさーって。ほな、バイなら。<laughs> 皆さん、あの、真似してみたさーって。ありがとうございます。あ、光源氏ファン。あの、諸星くんとか、諸星くんとか。誰、あ、そっか、メグはリアルタイム生まれてない光源氏全盛期。生まれてないよね。はあ、言わないで。言わないでは分からん。分からん。じゃあ、誰が好きって聞いても返事は来ないだろうね、きっとね。もう、あやっぱりあの、センターポジションに ね、かーくん、かーくん、かーくん。わからんって、もう名軍も世代が違くて、なうなヤングですからね。私はちなみに大沢みきファンでしたで。今でも、あの、フェイスブックちょ,ちょいちょい見てます。<laughs> という感じで、懐かしい。光源氏のファンだったのに、相手のね、おばあちゃんは、まさかの感じのね、光源氏あ、光かるのファンって、すごいですね。 はい、メッセージ、ありがとうございます。でー、ツイキャス、ツイキャスの皆さん。こっちか、ツイキャス。あのー、先ほどのね、あの、長野県のことも教えてくださいというふうに、CM 前かな、お話ししましたら、梅猫さんが、夜道はタヌキがいるところがあります。ってね、あと、 温泉に入る猿が有名ですっていうふうにメッセージ来ましたけれども、頂戴しましたけれども、どちらもテレビでしか見たことない。あ、待ってよ。子供の国って狸いましたっけどうだし、どうだっただろういたような気もするけれども、テレビで見た狸をあてがってるような、記憶にあてがってるような記憶な感じもしますけど、狸が普通に道歩いてるっていうのはすごいですね。あの、長野県で猿に会ったことはありますけれども、 うん。えさくれえさくれって、車に近寄ってきたのを覚えてます。あれ結構怖いですね。怖かったです。はい。たぬきなんかでも可愛いイメージがありますね。はい。ありがとうございます。メッセージありがとうございます。はい。ではですね、週末情報を一つだけお届けできるかなしたいと思います。で、家島からの話題なんですけれども、もう毎年のことなのでご存知の方多いかと思います。えー、今年もこの時期がやってきましたよ、皆さん。 第21回家島ゆり祭りが23日も土曜日からですね、今週末から、イエソンのリリーフィールド公園で開催されますで。5月5日まで、あ、なんかもっと長く見れたようなイメージだったんですけれど、あっという間ですね。で5月5日まで行われます。開催されますよ。で期間中は鉄砲ゆりの白い絨毯で会場内を埋め尽くし、園内の世界のゆり花壇、 世界のユリ花壇は最近からじゃないですかね。には90品種、90の種類、90品種が揃い、色鮮やかなユリが楽しめるそうですよ。で、昨年10月から、あの手作業で、えー、植えられた鉄砲ユリだったそうなんですが、順調に生育し、一本に多くのつぼみをつけている状態です。で、事務局によりますと、23日の開幕時には、 4分咲きから5分咲きになる予定だそうですよ。はい。でゆりまつりのお問い合わせは、実行委員会。イエソンのですね、実行委員会。お電話番号が0980492906。古ン農園。 という農園もあるそうです。近くに農園もあるそうですので、ぜひ足を運んでみてください。あの、家島経由する船も1日4往復ぐらいでしたっけね。あの、時間もちゃんと決まってるので、こちらもね、ぜひ、あの、お問い合わせしてみてくださいね。あの、家島のゆり祭りではたくさんライブなども行われますので、ぜひね、あの、楽しめるのでね、 家族連れでぜひ足を運んでみてください。またその、あの、同じ北部の方ですと、海洋博のチラウミ水族館エリア、エメラルドビーチですとか、そういった場所でももうすでに海開きは行われてますけれども、週末ね、いろんな カヤック、イルカ、バックヤードツアーがあったりですとか、これは22日金曜日ですけれども、で、23日でしたら、海辺の生き物体験ツアーというのもあります。そして、海洋博公園のナイトツアーも、23日土曜日に開催予定となってますので、白海水族館、エメラルドビーチ海洋博公園ですね、こちらにもぜひ足を運んでみてください。さてですね、来週なんですが、ゴールデンウィーク目前ということで、そのゴールデンウィークに、 こっち行ってみたらいかがですかっていうようなおすすめ観光スポット、南部、中部、北部とピックアップしていきたいと思いますで。もちろん近場のレジャーも紹介したいと思います。そしてゲストも、久しぶりにゲストも登場しますよ。ちょめちょめのプロ。ちょめちょめのプロが登場しますので <laughs>、ぜひ、はい、お楽しみくださいね。えー、どうぞこの後も FM コザでお楽しみくださいね。きなさおりのトリップステーション。えー、この番組は、 着る人を幸せにすると信じています。中村洋装オリジナルアクセサリーと雑貨のお店、ラグーン沖縄の提供でお送りしました。また来週、バイナラ、なら